清水橋鍼灸整骨院院長の金岩です。肩こりの原因についてお伝えさせていただきます。一つはスマホ、悪い姿勢。これが大きな原因になっております。特に最近多いのが肩が前に出て、首が前に出て、背中が丸くなってっていわゆるこの猫背の姿勢ですね。で、首が前が出るがゆえに首の張りが出て、肩が凝ってしまう。あとスマホを見てるので目が疲れて頭が張ってくる。それによって肩が張ってくるという悪循環の流れがあります。また悪い姿勢になっているので血流も悪く肩こりになってしまいます。肩こりの原因としましては、まずは悪い姿勢っていうのが一つの原因になりますので、その悪い姿勢を戻していくっていうのが解消の一つになるかなと思います。また施術においては筋肉の張りを取っていくということも大事になっていきますので、そこもアプローチさせていただきます。心寄り添う清水橋鍼灸整骨院です。私は患部だけの修繕修復だけではなく、心寄り添うホスピタリティあふれたような治療院を作りたく独立開業いたしました。今ではその思いに共感してくれるスタッフとともに患者様をお迎えすることができています。何かご相談等がございましたらお気軽にご連絡ください。